どうもルジクニでございます。さーて、前回から続きをやってまいりましょうか。お、ドクターミッチ、前回失敗して能力下がったんだよな。運気レベルにより成功率アップ。運気レベル0だもんな。まあでもやっとくか。お願いします。お、成功した、やっと。 35MP を除いた全能力が25増えた、やったー、あざーす。能力増えたのはありがたし。お、ここにもまたイベントあるぞ。あ、なんだ、人間ミッケぶっ殺しますわ。なんだ、え、防いだ。おいおい、油断がならないな。盾がへこんでいる。受け流したと思ったんだが。姫様、狩りはうまくいきましたかな。見てよ、マジョルド、こいつ人間のくせに、シュラー姫たる、この私のパンチを防いだのですわ。なんと、まだ潰れたトマトになっていない。人間の分際で許せませんわ。次は噛みついてケチャップにしてやりますわ。お待ちください、姫様。確かに人間は矮小でチビでバカでくだらなくて、水槽にこびりついたタニシ程度の生き物でございます。口悪いな。しかしながら、10万人に1人ぐらいは人間の枠を超えたハイパーな人間がいる。おう、ビビュービンバ様もおっしゃっておりました。まさにこいつがハイパー人間なのかもしれません。マジョルド、そいつはありませんわ。こいつが伝説のちょっと硬いハイパートマトなんて、潰れたトマトにする前提で話すのなんなん。ビビュービンバ様は確かに姫様のハントを認めてくださいました。しかし同時に社交性も磨いてこいとのご命令です。いかがでしょう、ここは一つにこの人間と友好を深めてみては。嫌ですわ、牛のベコちゃんの方がまだ臭くなさそう。我慢して、ぐーが我慢します。こっちがお断りなんだが、ほら、そこのドチビでクソ雑魚な人間、特別にこの私、シュラ姫と会話することを許しますわ。一生懸命に私のご機嫌を取ってみなさい。私を笑顔にさせることができたら、褒美を与えてやってもいいですわ。仕方ない、たまにはこういうこともあるか。おい、みんなちょっと集まってくれ。初回、会話をして、シュラ姫のご機嫌を取りましょう。ムカつく相手ですが、強そうなので仕方ありません。しかも会話と言いましたが、実際には話すために三つ組ものを次々と要求されます。一個で終われば運が良い方。三つ四つで止まるかどうか、なんという理不尽。さらに貢ぎ物を渡せないと会話の途中で飽きて急に帰る場合もあります。え、そろそろ戦いたくなってきましたか。まあ戦うこともできますが、あ、でも彼女にをご機嫌にしてあげるとご褒美をくれます。これがとても良いもの。ご褒美、ご機嫌時に何のご褒美をもらえるかは最初にわかります。ですので欲しいものが見えているときは全力でご機嫌を取りましょう。なるほど。修羅の宝玉、恐るべき値段で売れる。覗き込めが遠近感を狂わされる。手元にあって宇宙にある。会話しようか。戦うって選択肢もあるが、まあ会話を始める。まずはこの話題から言ってみましょう。王族ってベラボーにお金がかかりますもん。高いおべべやアクセを身につけないといけないのよ。特別にあなたにお金を貢ぐ許可をあげますわ。で、1000、1万、10万、1000、いや、貢いだるわ。じゃあ機嫌が少し良くなった、盛り上がってまいりましたね。次の話題は頑張ってますの。自己評価より頑張り度が少ないわね。何してるの、あなたたちの頑張り度を私たちに譲渡する機会よ。60ポイント。じゃあ、見継ぎます。かなりいい気分ですわ。次の話題は、王族ってベラボーに金がかかりますの。また?見継ぐしかない。見継ぎます。どう?お!巧みな話術で人間と友好関係を結べましたわよ。一人前のレディに成長されましたな。修羅王様もお喜びになりますぞ。やった。褒美を与えますわ。受け取りなさい。修羅の宝玉。いくらで売れんの、これ。40万で売れてくれないと困るんだが、それ40万ぐらいで売れてくれんと困るわけだが、修羅の宝玉どこ行ったい、それ。まあ後でちょっと売り値を確認するけど、修羅の宝玉ね、大事なものじゃないのか。いや、大事なものだな。換金用って普通に書いてある。売っちゃっていい系のアイテムってことだな。つまり監禁用、修羅の宝玉ね。これか。まあ後で売って売り値が40万以上で売れることを期待しよう。おおー、スラッシュ。いきなり斧を持ったアジンが襲いかかってきた。間一髪、斧はヘルたちの横をかすめて床に突き刺さった。俺の必殺の一撃をかわすとは燃えてきたぜ。さあもう一度しょんぼた鬼ども。ということは、いつの間にか鬼が人間とすり替わってんのか。てめえ本当に人間が化けてんのか。すまん、悪かった。まさか他のパーティーがやってくるとは思わなくてよ。話しながらも斧をブンブン回している。
金太郎、これでも島じゃ勇猛果敢な有名なおのづかいだったんだ。うちのパーティー一金でな、俺が死神にどれやって襲いかかったらダーッと逃げ出してしまって、残ったのは俺だけだって話よ。畜生、今思い出しても腹が立つぜ。はあ、俺を一緒に連れ帰ってくれよ。戦えるほどの元気はないが、無事に脱出できたらそれなりのお礼はするから。はあ、いいよ、構わんぞ。敵がいる、お前かーい。倒しまーす。ふぅ、まあ楽勝よ、もはや。もはや楽勝よ、これ。膝に矢を、膝に矢を受けて言ったが。だいたい、これでだいたい倒し終わったかな？あ、ちょっと、見えてなかった。なんだ、レインボーシェイプ。姿をぐにゃぐにゃと変えて、修羅を冒険する姿に変身した。しかもちょっとでかい。なんだ？ビッグチャンダーラ。見えてなかった。敵がいるの、なんか保護色になってて見えてなかったが、なんだお前、強いんか？強いんか、それ。強そうだな。強そうだだ。どうしよう。とりあえず適当に撃つか。どんな行動してくるこいつ。雷。ああ、どんどん姿を変える系か。なるほど。したらばノーフューチャーぶっぱしたいところではあるが、アーシーインストール、シアフルダンス、とりあえず物理やってきそうだから延長しとくが、やっぱり物理だけど相当即死はないか。それでノーフューチャーぶっぱして、ノーフューチャーぶっぱして超人指導して、シアフルダンスして、ウィンドリカバーかけて、結構痛いな。雷攻撃も割とバカにならない、バカにならない痛さ。ゴーレムペイントかけて、チアフルダンスして下ろす。大地効きやすいね。よしよし、なんとかなるぞこれ。なんとかなる感じある。ゴーレムペイントチアフルダンス下ろして、ぼっちぼっち攻め切りたいが、まだ いいダメージは出し続けてはいるもののだな、これ。あれ、敵行動しなかった。スタンになったのか。ナイススタン。ノーフューチャーが切れてる。ノーフューチャー切れてる。ゴーレンペイント、ゴーレンペイント、チアフルダンス、下ろす。どんだけヒットポイントあんだ、おめえ。どんだけヒットポイントあんだい、それ。まだスタンが効いてる。まだスタンが効いてたっぽいな。アーシインストール切れちゃったが、ノーフューチャーかけて、ゴーレンペイント、よーし、倒せたー。ふぅー。天天道義みたいなの今手に入れてたな。ふぅー。防具。天天道義。物理系の良さげな鎧っぽいな。攻撃敏捷命中14。あ、強。ゴーレムスーツより割と良さそうだな。敏捷性が上がりすぎてしまう懸念はあるが。天天鉄拳。近接物理4回。攻撃敏捷依存。攻撃1回ごとに防御まで下げちゃう。あ、これじゃルフレの方がいいか。
スフレの方がいい気がするんね。ゴーレムスーツにして、ただナススーツとどっちがいい。あ、ナススーツより上がんな。命中曲がるし、こっちにしとくか。そしたら、じゃあマリオンあたりにナススーツつけるか。ナススーツ誰かにつけたいけど、ちょっと、つけるキャラが、超人指導も強いからつけときたいんだよな。まあいっか、これで。これ大体敵を討伐し終わったと思ったらまだいるんかい。探索しまーす。お、ナイトクリア。なんか良さげなものを今作ったぞ。攻撃、命中25、攻撃回心6。あ、命中25強いな。命中25は強い。マリオンあたりに、回心がただないのか。あ、回心もあるな。普通に強い。これはいいものだ。お、部屋の前にはさっきは確かにいなかった人が立っていた。お、ああよかった、あなたたち生きてる人ですね。明らかに死んでるっぽい人が行ってくる。朝霧、朝霧って言います。魔法使いをやっておりまして、ああ死ぬかと思った。もう本当ダメかと。いやですから間一髪と言いますが、あなたたちについていけば無事に帰れるかなって。しばらく話が噛み合わなかったが、どうやら彼女は生きているつもりだし、ここの敵は私にはとても倒せませんが、どうか私を階段まで連れてってくれませんか。はあ、連れて行こう。たい焼きのあんこのように温かくて優しい人、出口までお一緒に。はあ、そういえば頂上になんかこう修羅の国で何誰かを助けろみたいなミッションあったと思うんだよね。それがこの人だったかどうかが覚えていないが、世界の大魔法図鑑。なんか変なやつ出てきた。なんか初めて見る敵出てきたぞ。世界の大魔法図鑑。魔法攻撃がやばそうな雰囲気は感じるが強いんでしょうか。ゴレム&カーバングルちょっと回した方がいい気はしている。よし、 TP は溜まった。点々鉄拳、これやってみるか。とりあえずゴレム&カーバンクル久々にかけとこ。かけた上で40とアーシーインストールもいけるな。アーシーインストールもかけてシアフルダンス、ウィンドブレストもかけとくか。お、いいね。 DF でか。これでかなりこちらの体勢はポンコード。うわ、強っ。防御かけてなかったら死んでた説あるな今の。点々鉄拳で防御力は下げているが、バーニングナック。したらアーシーインストールもかかってる。超人指導してシアフルダンスしてウィンドリカバーかける。耐えきれるか。あ、ギリ耐えきれる感じ。ギリギリ耐えきれる感じですが、点々鉄拳。ゴーレムペイント、チアフルダンス。いや、回復した方がいいか。いや、ここは攻めに行く。そこそこいいダメージではあるが。MP 回復とかしてくる。ふむ？ゴーレムペイント、チアフルダンス、殺す。氷はそんなに強くはないか。アーシンストール切れちったーな。切れちったーな。アーシンストールかけてチアフルして、風が効きやすいのか。あっば。いや、なんかやっべえ行動してきた。なんかやべえ行動してきたぞ、それ。なんだ、今の。相も変わらずのチアフルダンス。ただもう攻めざる。
攻めに行くしかあるみゃーて。それ雷弱体か。プライドオブハーです。一旦動けません。いや、キャンディーオブスタンプの方が強いか。あ、いいダメージ。パーシーインストールじゃなくて味方をなんとか。雷下げたが、いいダメージ、いいダメージだこれ。リカバーかけた方がいいか。これもペインとマリオンスロット、もうちょいで倒せそうだ。でも流星いい、ヒーリス持ってかれた。そしてまだ光栄が生き返ってませんね。ゴーレムペイントマリオンエスクイック、もう倒せてもいいんだよ。よーし倒せた。ふぅ、めっちゃ強敵だったな。しかしよーし、さあ朝霧さん無事に脱出できましたよ。秘密結社が後ろを振り返ると、そこには冷たい水だけが残されていた。わー怖い、階段の定番のやつじゃん。今ので運気レベルが1段階下がってしまった。そんなことある？罠なの今の人。いや、ゴールについてしまったが。ふぅ。お、完成した。ダイヤモンドシェル。習得するだけで効果の発動する常時強化書。補正値がすごいんだから、まあ、つけてみなさいって。お、防具と魔法防具が伸びます。古代から蘇った宝石魔法びっくりするほど強力だろ。どんどん宝石を頼む。はは。はは。今のはいいものなんだろうか。防御力と魔法防具300術上昇させる。めっちゃ強いやんこれ。ポッコちゃんつけとき。全部ポッコちゃんに注ぎ込む。さーて433ポイント。めっちゃ、いやおい、ここでないのかよ、ここで鍵ないのかよ。おかしいじゃろこんだけ頑張ってんのに。もうしょうがない、台もらうけどさ、そうなったら台もらうけど。はい、もういいでーす。で、一個ぐらい。ゲーム喫茶もまだ、あ、これだ！え？救出できたことがある。朝霧さん。今のじゃダメってことか。今のじゃダメなのか。なるほどな。救出できるパターンがあるってことなのかな。ちゅうことは。なるほど。ちゅうわけで今回は一旦この辺にしておきましょうか。433。大、ありがたし。大はありがたし。というわけでまた次回。今回もしかしたら2パートに分割されている可能性もあるが、一旦今回はここで切りたいと思います。ということでまた次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。